2023年10月の8日から11月7日までの六白金星さんの運気についてお話ししたいと思います。今までのね、星をずっと話していくと結構なかなか厳しい星が続いてたんですけど、ようやくね六白金星さんは、上昇モードに入ってきたっていうね、とてもいい時期に入っていらっしゃるっていうのが六白金星さんなんですけれども、まあ、こういう時っていうのはもちろんねそれを楽しんでいただけたらなって思います。で前半よりも後半の方でぐっと上がってくるようなイメージの時なんですよね。で、まあ、そういうねこう運気が高い時っていうのは浮き足立っちゃう時もあるんですけど、やっぱり一歩ずつ着実に、一歩一歩進めていくっていうのがすごく大事です。六白さんはね、堅実な人が多いので、そこはねしっかりできると思うんですけれども、一歩ずつ一歩ずつ前に進んでいただけたらなと思います。でやっぱりね周りの人からの応援もしっかり得られる時になりますので、周りの人とのね協力関係もしっかり持っていただければ、さらにこうね持ち上げていっていただけるんじゃないかなって思います。で仕事運なんですけれども、まあ、これからこうねぐーっとこう運気が上がっていく時なんですよね。でもし、まあ、さらに、いい成果とか結果を得たいっていうことであれば、やることは自分が前に出ることじゃなくって、周りの人を助けていく、周りの人が困ってるとか周りの人がこれをやってくれたらうまく進むだろうなっていうことを陰でやる、なんか大手振ってやっとくねとかじゃなくてですね、ちょっと陰でねちょっとこうしたところをね先にやっといてあげるとかね、そういったサポートをすることによって、さっき言ったね人からの協力さらに得られるし、で得られる結果は大きくなるんですよね。例えばチームで会社なんかで組織で動いてる場合は、全体の成績が上がらなければ、まあ、ボーナスとかもやっぱりね上がらないじゃないですか。だからやっぱりね、みんながこううまく売り上げを上げていかないといけないのに、自分だけ目立つとかじゃなくて周りのことをちょっとサポートしてあげると、底上げになって全体がうまく回ると、結局自分の得られる結果が大きくなるということになるので、ぜひね周りのサポートをしてあげていただきたいなと思います。そして周りのねサポートをしていくって意外とこう広い視野が必要になるし、で自分のこともやらないといけなくって、さらに人のこともやってあげるわけだから、自分の能力って勝手に上がるんですよね、それを気がけてやっていくと。だから知らない間に自分の実力も上がっていくっていうことになるので、まあ、自分のためだと思ってやってみていただきたいなと思います。では金星運ですね、まあ、金星運はいい時なので、入ってくる可能性もある時なんですけれども、まあ、運気がこう回っていく時っていうのはどうしても動きが活発になると出ていく方も自動的に大きくなるんですよね。そこは入ってくる方はほっといても入ってくる可能性があるんだけど、出ていく方は自分で自重しないと、止まらないんですよね。だからそこはしっかりと締めておきましょう。愛情運なんですけれども、まあ、シングルの方についてはチャンスがね結構降ってくるっていうかね、やってきそうな兆しがあります。割とこう身近なところで今まで気づいてなかったようなところからふとした出会いがあったりだとか紹介があったりとかっていうね、東大元暮らしみたいなね出会いがあるんじゃないかなと思います。今回ね出会った方は割と長いお付き合いになっていく人だと思うんですね。だから、まあ、結婚も視野に入れて本当に誠実にことを進めていかれた方がいいかなって思います。で実際カップルの方は、まあ、次のステップに進んでいけそうな時期に入ってきますので、まあ、そこもそうですよね。やっぱ誠実なお付き合いっていうのはすごく大事だと思うので、お互いね相手に対して誠実な言葉であったり行動であったり気がけていただきたいと思います。次は健康運なんですけれども、運気が上がっている時っていうのは精神的にも肉体的にもこう活発になっている時なので、まあ、疲れは溜まりやすくなると思います。で、そういう時に気をつけないといけないのが一日一日リセットしていくっていうことなんですよね、まあ、睡眠の質であったりだとか
食べ過ぎるとやっぱり消化にエネルギー取られてしまうので、まあ、そういった時にこう小食にする時を設けるとかね、そういった配慮も必要になりますし、あとはその1日リセットするっていう意味では1日の終わりにお風呂に入る時に例えばバスソルトとかアロマとかを使ってこう心身ともにリラックスしてそのままこうゆっくり休むことができるとかね、そうすると睡眠の質も上がるし、すごくリラックスできると思うんですよね。寝る前のちょっとした配慮ですね、夜遅くまでスマホ見てるとかテレビ見てるとかパソコン見てるっていうのもやっぱり脳が休まらなくなりますので、できるだけ早めにそこは終わらせていただきたいなって思います。で、運気が高い時って、体調悪いとすっごい損するんですよ。だっていろんなことが起きてきて本当はもっと行動したいっていう時にちょっとしんどいってなってたらもったいないじゃないですか。だから運気が高い時ほど、体のね調子は整えておかないともったいないですのでね、気をつけていただきたいと思います。六白金星さんのね10月ですけれどもすっごい好条件に入ってますので、自分のね体とも、相談しつつ、しっかりとねこの幸運期を楽しんでいただきたいなっていうふうに思います。で、周りのサポートをすることで、さらに自分の実力や信頼も得られますので、ぜひ、サポート回ってみていただきたいと思います。では次回は七赤金星さんです。ではさようなら。